自己事例に学ぶ安全安心快適高速ドライブのすすめ、遠距離移動や物流、私たちの生活に欠かせない高速道路。そんな便利で快適な高速道路で凄惨な自動車事故が多発しています。思い込みや過失による事故、少しくらいなら大丈夫という気の緩みによって起こる事故。どうしてこのような事故が起こってしまうのでしょうか。これからいくつかの事例を確認しながら、事故を起こさないための安全運転のポイントを確認してみましょう。パンク事故。高速道路上における車の故障件数は年間11万件にも上り、その原因の3割以上はタイヤ、ホイールの破損によるパンクとバーストです。その結果、後続車を巻き込んだ思わぬ事故が発生しています。高速使って隣町までドライブしようよ。いいわね。タイヤの点検とかしなくていいのかな。ねえねえ、高速道路を走る前ってタイヤのチェックって必要なの？そうなの？空気圧がどうとかって。空気圧？大丈夫よね。このような事故を起こさないために、高速走行の前にはタイヤの空気圧を調整しましょう。また溝が十分に残っているか、摩耗はないか確認することが大切です。傷んだタイヤ、古くなったスタッドレスタイヤをいつまでも履き続ける行為はスリップ事故の原因にもなります。シーズンが終わったら速やかに交換しましょう。安全なドライブのために事前にチェックしておきたいポイントは次の通りです。さまざまな要因によって事故は起こります。ドライバーの皆さん一人一人がもう一度その運転を見直してみましょう。誰もが安心して走行できる快適な高速道路はドライバーの安全な運転によって作られます。